トヨスタが今年で20歳らしいんですが、トヨスタでの一番の思い出は何ですか？まあもちろんグランパス時代ずっとあそこで、まあ、みずほもあるんですけど、まあ、2つのスタジアム使いながらプレーしてたわけですから、なんか悔しい思いしかあんまり覚えてないな。なんか負けた試合とか、浦和とやって、エメルソンにボッコン行かれたんですよね。あれは未だに忘れられないですね。すげえ選手いるなと思いましたね、あの時。もちろんいい思い出もいくつかあるんですけど、なんかそれよりもやっぱりどうしてもこういう思い出が出てきますね。